私はのりこ。夫のコウジと結婚してもうすぐ1年。夫婦仲は良好だし、遠方に住む義両親ともそつなくやっている。本当にそつなくやっているかって？まあまあ、実際は一悶着ありました。はい。コウジの地元は古い漁師町で、住んでいるのは高齢者ばかり。義両親も本当はコウジと私との同居生活を望んでいた。でも、私を心配したコウジが、今はそんな時代じゃないから、ときっぱり拒否。義両親は、それをずっと根に持っていたのだ。義両親の気持ちに気づいたのは、結婚してから初めてのお盆休みのこと。私はコウジと共に、新幹線で義実家へ向かっていた。そういえば、お前って食べ物の好き嫌いないよな。駅弁を食べながら、コウジが思い出したように言った。うん、ないよ。どうしたの？不思議に思いながら返事をすると、頭をポリポリとかくコウジ。いや、昨日母さんから電話があってさ、のりこの食べられないもの聞いてこいって言うから。そうだったの？お母さん優しいな。胸が熱くなる。そういえば、義実家でごちそうになるのも初めてだ。うん、で、基本的に何でも食べられるけど、鶏肉が少し苦手だったかもって言っといた。ありがとう。付き合っていた頃にチラリと話しただけなのに、コウジは覚えていてくれたらしい。うちの親は田舎の人間だから、いろいろ気づかないところがあるかもしれないけど、嫌なことがあったら俺に話してくれよ。ちゃんと言って聞かせるから。真面目な表情で語るコウジが嬉しくて、私は笑顔でうなずいた。こうして、すっかり安心しきった状態で義実家に到着。義両親からも手厚い歓迎を受け、私は能天気に、そのうち同居してもいいかも、なんて思っていた。夕食の時間を迎えるまでは。ごめんなさいね。知り合いの鳥の丘から急にたくさん鶏肉が届いたのよ。うちは二人暮らしだし、とても食べきれないから手伝ってもらえるかしら。苦手だって聞いてたのに、本当にごめんなさいね。料理がずらりと並んだ食卓の前で呆然とする私たち。そこに並んでいたのは、唐揚げにチキンカツ、鶏団子、鶏刺し、鶏レバーと、見事にすべて鶏肉料理だったのだ。おい母さん、これはいくらなんでも多すぎだろ。言ったじゃないか、のりこは鶏肉が苦手だって。コウジは大声を上げて義母をにらみつける。義母は困ったような表情で、だってとつぶやいた。大丈夫です。少し苦手だというだけで食べられないわけではないので。深呼吸した私はどうにか笑顔を浮かべて義母の方を見る。すると義母は一瞬舌打ちをするように顔を歪めてから笑顔に戻った。本当？助かるわ。ありがとう。さ、どうぞ座って座って。今の表情、何？思わず硬直する私。本当に大丈夫か？無理しなくていいんだからな。コウジが心配そうな顔で私の背中を叩く。大丈夫。食事が始まってからは義両親もいたって和やか。私はどうにか食事を終えたけれど、どうしても先ほどの義母の顔が頭から離れなかった。ねえ、私、もしかしてお母さんたちに嫌われてるのかな。その晩、布団に横になった私はコウジに弱音を吐く。今日の夕飯のことは本当に申し訳なかったと思う。鳥農家のことは俺も知ってるから、明日こっそり電話してみるよ。それで真実を明らかにしよう。ありがとう。その言葉に少しだけ落ち着いて、私はようやく眠りについたのだった。翌日、コウジは急に仕事が入ったと言い訳し、早々に帰路へ。家から離れ、駅に着いたところで鳥農家に電話した。どうだった？緊張しながら尋ねると、コウジは苦虫を噛みつぶしたような顔。母さんから大量の鶏肉が欲しいって頼まれたらしい。そっか。二の句が告げず、から笑いを浮かべながらうつむく私。その肩をコウジが力強く掴んだ。なあ、母さんの性格からして、もしかしたら今後もこういう嫌がらせを続けるかもしれない。俺から注意もできるけど、ここは一つ母さんを利用してみないか？利用ってどういうこと？普段は穏やかなコウジの目が怒りに燃えている。お前の好きな食べ物は魚だよな、特に青魚とか。だったら、実はのりこには魚介類にアレルギーがあるって母さんに伝えるんだ。目を丸くする私の前で、コウジは饒舌に語り出す。
そうすれば多分うちに魚介類がいっぱい届くと思う。こっちは好きなものが食べられるし、向こうは嫌がらせができて満足。ウィンウィンだろ。でもいいの？そんなことして。俺こんなに親に腹が立ってるの初めてなんだ。絶対二人で仕返ししてやろうぜ。わかった、あなたの言う通りにする。私は思わず泣きそうになりながら笑みを浮かべた。こうして始まった私たちの仕返し作戦。まずは家に着いたところで、浩二が義実家に電話を入れた。無事に帰ったという報告から雑談に持っていき、そういやのりこは魚介類が、とさりげなく一言。すると数日後、浩二の予想通り、義実家から大量のサンマが。これだけ不良だと言われているのに、よくもまあこれだけかき集められたものだ。のりこさんには悪いけど、やっぱり自分の息子には慣れ親しんだ故郷の美味しいものを食べてほしくてね。私が一応お礼の電話をすると、義母は相変わらずの猫なで声でそう言った。いえ、お母さんの言う通りですよ。私は食べられないですけど、彼は喜んでますから。そうならいいんだけどね。電話を終えると、浩二は無然として腕を組んでいる。ちなみに母さん、俺が独身時代にはそんなもん送ってきてくれたことないから。そうなんだ。うん、でも嬉しいな。今日はサンマ料理たっぷり作るね。もはや私は怒りも悲しみも通り越し、この状況を楽しみ始めていた。その後も魚介類の贈り物は定期的に到着。冬になればカニ祭り状態で、そりゃもうドドンとやってきた。おかげで焼きガニ、カニしゃぶ、カニすき、カニ鍋も食べ放題。家計は助かるし、何より新鮮で美味しい。義実家様様だった。あのさ、お母さんが一番好きな食べ物って何かな。いつものように荷物を開けながら、私は浩二に尋ねた。そうだな、強いて言うならシュークリームかな。それがどうかした？うん、ちょっと考えがあって。翌日、私は地元の有名なケーキ屋でシュークリームを購入。種類を変えて何十個も買い、手紙を添え、クール便で送った。その数日後、義母からも一通の手紙が届く。あれ、母さんから？なんだろう、改まって。不思議そうに封を開ける浩二の横で、私は平静を装いながら手紙に目を落とした。先日の食事会では失礼なことをして大変申し訳ありませんでしたって。これどうしたんだよ、母さんに何かしたの？ほっとした私は仰天している浩二に照れ笑いを返す。ちょっとね、シュークリームをたくさんお送りして、一緒にお手紙を入れておいただけだよ。手紙？私は大きく息をつき、悩み抜いて考えた義母宛ての文面を浩二に向けて暗唱してみせた。浩二さんはとても素敵な方ですから、お母様が一緒にいたいというお気持ちはよくわかります。食事会での鶏料理と魚介の贈り物から、痛いほどそのお気持ちが伝わってきました。私は浩二さんを愛しています。そして浩二さんを育ててくださったお母様に心から感謝しています。だからいつかはお母様の望む暮らし方を実現したい。そのためにもお母様ともっと仲良くなりたい、そう思っています。シュークリームがとても好きだと伺いました。お口に合えば幸いです。喋り終えた途端、浩二が私を強く抱きしめる。ありがとう。これが私の気持ち。まあ本当は魚介アレルギーじゃないってことは書いてないけど。俺と一緒に少しずつ食べたら治りましたって言ってみる。二人でひとしきり笑った。それから数年、魚介の贈り物は途絶えてしまったけれど、もちろん後悔はない。あら、元気にしてた？少し痩せたんじゃないかしら。そんなことないですよ、とっても元気です。義母とすっかり打ち解けられたこと、私にとってはそれが一番嬉しいし、いつかは同じ屋根の下、笑顔で食卓を囲んでみたいものだ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。